cobwebs in my mind, I can't get them out, no matter how hard I try. I need you and your heart next to mine, yeah, I'm all about keeping it you.乾杯。乾杯。乾杯。メインディッシュを食べる前に、まあ、ちっちゃいお皿、まっちゃいプレートみたいの、まあ、最初の食べるやつですよね。でこれはまあ全部お魚系だから、お刺身みたいのエビとご飯と、チューナ、あのグラチタンチューナと、こちらは確かに、まあ、刺身みたいんですよね、どっちも。こちらはムール貝コッツェ、イタリアだとめちゃめちゃ美味しいから絶対食べてみてください。うまっ。なんでこんなにうまいの。ちょっとレモンが入ってて美味しい。でもあ、ジラートなんですよ。これは日本にないパスタ、パッケリ。え、パッケリですよね、うん、パッケリです、パッケリです。あの、あ、ごめん、パッケリはスパゲッティと違って大きくて、丸いです。まあ、普通のでっかいスパゲッティみたいですね。うん、うまいです。やっぱり日本に使いたい。何味？ちょっとだけ。トマトがついてるなんですけど、スーゴとかじゃなくて、そのお魚のトマトの、まあ、ジュースみたいな味です。めちゃめちゃおすすめ。あれ、自分がこれはこれはスパゲッティアルガンベロ、スパゲッティアルガンベロ、普通のスパゲッティなんですけど、エビで作られてるのパスタです。おいしい。で、日本のスパゲッティよりはやっぱり太いですよね。
そう。こちらはレッチュのアイスコーヒーです。エスプレッソのアイスコーヒーだからちょっと短いんですけど、ミルクはアルモンドミルクを使ってます。これでミックスするんだね。おしゃれ。甘い、めっちゃ甘い、美味しい。甘いんだ。ボンジョールの皆さん、おはようございます。今ね、レグロッテデレポジエにいます。めちゃめちゃプーヤッシュの一番綺麗な海です。もうやっぱりそれを見てもね、もう水色、すっごい今まで一番綺麗な海で初めて見てました。しかしちょっとね、こちらこのポイントだとちょっと泳げない、まあ、綺麗だからそのままに綺麗にしたいので、泳げるシーンはね、また違う海に行きたいと思いますが、本当綺麗なのでそれでちょっと見てほしいです。イタリアの海、いいね、ちょっと待って、全然歩ける、深くないんですよね、ここは。え、そこまでね、泳げるらしいんですよ。ちょっと私、泳げるかな。ちょっと冷たいですね。冷たい。Running through